ですね、はい、得点としては高い得点だと思います。さあ橋本がこれから跳馬に向かいます。今回はロペスを予定していますね、はい、ドリックスよりも半分ひねり半分ひねりが多いもので、本人はねその半分も半分多い、技も飛べるんですが、今回はおそらくロペスでやってくるんじゃないかなと思います。はい、さあ、ゴーサインブラスター橋本大輝の跳馬、着地も止めてきます。非常に高さがありましたね、はい、この突き放しからこう上に上がる高さがやっぱり他の人とは少し違うぐらい高さこう上がっているので評価が高いんじゃないかなと思います。あ、そうですか、はい、いや、見事な実施でした。得点はどうでしょうか。橋本大輝の跳馬。